アメリカの本気度がマックスか、海兵隊が対中国洋編成に。合衆国海兵隊は2020年の春にフォースデザイン2030を発表し、大規模な改編を行うことを公表しました。この改編はある戦略に沿ってなされていると思われます。それは2018年当時の国防長官であったジェームズ・マティス氏がまとめた国防戦略2018だと思います。この11枚のペーパーは、これからの米軍の国防戦略の基礎となるものだと思われます。すべてが公開されているわけではないのですが、要約されたものが公開されています。このペーパーは、軍の教育などから部隊の編成装備、同盟関係に至るまで触れています。おそらく、今回の海兵隊の大規模な改編の発表は、この国防戦略に基づいています。海兵隊が発表した内容としては、次の通りです。すべての戦車大隊の廃止。砲兵大隊を21個大隊から5個大隊に大幅に削減。水陸両用車中隊を6個中隊から4個中隊に削減。歩兵部隊を24個大隊から21個大隊に削減。F-35 装備の飛行中隊の定数を16機から10機に削減。これに伴い、F-35B と F-35C の調達予定を130機キャンセル。MV-22 オスプレイ。SH-53E を装備する飛行中隊をそれぞれ1課中隊廃止。これに伴い、調達予定の CH-53K を120機キャンセル。AH-1Z 装備の対戦車ヘリ中隊も2個中隊廃止。上記の部隊、装備の削減に伴い、海兵隊員数を10年間で1万6000名削減。海兵沿岸連隊 MLR 3校新編。そして、装備や人員の削減で浮いた予算で、長距離精密打撃能力及び無人システムを用いた高度な偵察、警戒、監視能力を増強すると思われます。今回は、この発表にある海兵沿岸連隊 MLR についてどのようなものになるのかを中心に調べてみました。規模は連隊とあるので2000名程度と思われ、機関となる部隊が沿岸戦闘チーム LCT と呼ばれる部隊です。この部隊を中心に対空部隊と後方支援部隊が編成されるようです。詳細はまだ不明ですが、沿岸戦闘チームは、対艦ミサイルを運用する大隊と歩兵大隊を中心に編成されるようで、同時に、複数の前哨基地を設営して維持する能力に加え、早期警戒、情報収集、警戒監視を行い、この前哨基地を起点として偵察活動も実施する能力を持つものと思われます。高い機動性を確保するため、戦車や野砲などの重装備は持たず、長距離の対艦ミサイルや対空ミサイル車両を伴い、無人航空機などで水平線の先まで偵察、警戒、監視を行う能力を持つことになるでしょう。しかも、この偵察、警戒、監視能力は極めて高度なものになると思われ、レーダー、赤外線等の監視は無論のこと、電波傍受や気流の測定、沿海域の海中の監視なども行えるようになると思われます。海兵隊では、まず、ハワイに、
この連隊を進編し、強化を行った後に、2個の連隊を追加で編成するようです。上位部隊は第3海兵遠征軍になると思われます。沖縄に駐留している部隊も第3海兵遠征軍旗下の部隊ですから、西太平洋での作戦を想定した編成であり、中国との戦いは当初での戦いになると判断したようですね。そのため、アフガン戦争や第二次イラク戦争の時に必要だった重装備は捨てる決意をしたのだと思います。つまり、この再編成は完全に対中国を前提にしたものになります。地続きでない当初の奪い合いになると想定しているのでしょう。そのため、素早く当初に前哨基地を設営して、強固に守りを固めながら、情報収集、偵察、警戒、監視を行い、必要があれば、長距離打撃装備で、OTH、水平線越えの攻撃を実施するというものでしょう。当初の奪回というよりも、占領される前に展開することを基本としている部隊と思われます。当初の奪回は、従来通りの水陸両用車や戦闘ヘリを装備する部隊が大規模な支援を受けて行うのだと思います。よからぬ兆候などがあった場合は、敵の上陸作戦が行われる前に、素早く目標の当初に上陸して前哨し、基地を構築するということでしょう。そして、この海兵沿岸連隊の沿岸戦闘チーム LCT が当初を固守している間に増援部隊が到着するという感じになるでしょうか。日本だとキナクササマックスになった時に日本政府の了解を得て海兵沿岸連隊が出動、尖閣の魚釣島などに上陸して前哨基地を構築して中国軍を迎え撃つという感じでしょう。水平線の向こうまで届く長距離装備を備え、島に近づく前に打撃を与える方針だと思います。そして、米軍は、すでに、この海兵沿岸連隊の日本への配備を、日本政府に打診しているようで、現在調整中と思われます。おそらく沖縄には配備されるのでしょう。最終的に3個連隊のうち2個は日本に配備されるのではないでしょうか。最低でも1つは必ず配備されるでしょう。これは近藤の勝手な想像ですけど。次に海兵隊が増強するであろう長距離打撃力についてです。対艦ミサイルとして採用が決定しているのがネーバルストライクミサイルと呼ばれるノルウェー製の対艦巡航ミサイルです。このミサイルは陸自の対艦ミサイル同様に地形照合機能を持っており、内陸部から発射しても地形を照合しながら低空飛行を行い、そのまま海上に出ても超低空飛行を継続し敵艦隊に忍び寄ります。作薬量は 120kg 程度と少し小さめですが、敵艦を沈められないまでも大きな損害を与えることができます。最近ニュースになったミサイル艇くらいなら沈められると思います。トラックに搭載して運用することもできるようで、ポーランド軍がすでに採用しています。海兵隊も同様に車載型になるでしょう。沿岸海兵連隊の編成までには調達が開始されるのではないでしょうか。また、1990年代まで存在した地上発射型のトマホークミサイルが復活し、配備されるのではないかと思われます。すでに米国は昨年から、G
地上発射型トマホークミサイルの発射試験などを行っており、この車載型が海兵沿岸連隊に配備されると思われます。復活といっても90年代に比べれば性能はかなり高くなっており、射程距離や精密誘導能力、打撃力などが大きく強化されています。この兵器は陸軍も採用すると思われます。このトマホークにはクラスター弾などの通常弾頭も搭載できるのですが、戦術核弾頭も装備することができ、攻撃力もさることながら核弾頭が装備可能ということで、抑止力も極めて高い兵器となります。次に無人機ドローンですが、最前線の部隊では前哨基地で運用しやすい垂直離着陸型のドローンが用途ごとに数種類用意される気がします。前哨基地周辺の偵察、警戒、監視は無論のこと、着水して水中の監視などを行えるものも採用されると思われます。島に潜入する方法には空中、水上、水中がありますが、気づかれずに潜入するには水中からの潜入が一番成功率が高いでしょう。米軍はそのための海兵隊偵察隊フォースリーコンを持っており、一番よく分かっていると思います。そのため島周辺の水中の警戒も必ず行うだろうと思います。無論滑走路で運用するグローバルホークやトライトンなど対空時間が長く広域偵察や監視が担当できるドローンも運用されるでしょう。最前線の部隊では滑走路もなく運用が難しいでしょうが、このような広域の活動ができるドローンは OTH 超えの兵器を持つ部隊には必須です。水平線の向こうが見えないと攻撃できないですから。皆さんもご存知の通り、中共政府はもはやなりふり構わぬ強引さで周辺国や地域に圧力をかけ始めています。日本の領海や排他的経済水域でもやりたい放題であり、今月は尖閣周辺海域への漁船の大量越境をうかがわせるような発言をしています。6月7月には大規模な演習を繰り返し、米軍と自衛隊に牽制されて一回引き下がっていますが、また必ず出てくるでしょう。近藤はアメリカという横柄な国があまり好きではありませんが、日本の命運を握るだけの軍事力を持っているのも事実です。同盟国でもあり、彼らが対中国へシフトしていくのは非常に頼もしい限りです。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。 Thank you for viewing. See you next time. Bye bye.